2020年東京五輪パラリンピック大会組織委員会は7日、大会マスコットの最終候補3作品を公表した。11日から全国の小学生が学校のクラス単位で投票し、多数決で決定する。小学生による選考は五輪史上初めてという。結果は来年2月28日に発表される。3作品は、それぞれ五輪とパラリンピックのマスコットがペアになっている。組織委に一般から寄せられた計2042作品の中から選出され、商標調査などを2ヶ月かけていった。市松模様をあしらったキャラクター、や、招き猫や狐、狛犬、狐や狸、がモチーフになっている。投票には7日午前の時点で、47都道府県と海外の日本人学校を合わせて4150校が参加する予定。全国には小学校が約2万校、約28万学級あり、今後も参加を受け付ける。組織委は、できるだけ多くの学校に参加してほしい、と呼びかけている。